透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。青春ライバル物語ニューミュージックグループ編1981年前編。はい、そういうわけでここからは青春ライバル物語ニューミュージックグループ編ということでして、日本の、ね、音楽史の中で多大なる、ね、影響を及ぼしましたニューミュージックブームね、どこまででどこからどこまでなのかというのは定義難しいんですけれども、1970年からスタートしました日本ニューミュージックと呼ばれるね、つまり歌謡曲でも演歌でもないジャンルの音楽が出てきました。主にシンガーソングライター系ですよね。まあ、若者たちのメッセージの代弁としてその大人の手を借りずにみたいな、なんかそんなイメージですよ。ということで、グループサウンズブームの終わった1972年ね、フォークブームと、そして来たるべきあの第2次バンドブームですね、の流れに乗ってこう日本各地からね、まあ言うたらアンダーグラウンドの感じでふつふつと出てきました。その、まあ、あのバンドとしての最初の成功はチューリップですよね、心の旅の大ヒット、あれが大きいんですけれども、でもまあそのね、歌謡界のシステム自体がまだちゃんと出来上がっていないので、そのせっかくの大ヒットもそんなに生かすことができず、そして、後に続く、ね、グループもそのフォークブームにやっぱり押されてね、フォークソングとしては70年代すごいね、あのヒット曲たくさんあるんですけれども、かぐや姫とか風とかね、まあ吉田拓郎、井上陽水などなどあるんですけれども、特に井上陽水なんかはね、フォークで出てきながら割とすぐロックサウンドやってましたけれどもね、でもそのバンドとして、つまりそのこうね、地元で、仲間と一緒に作るな、同級生とか同じライブハウスで、下積みをしてみたいな形で成功するバンドってのはなかなか出てこなかったんですよね。で、続いて成功したのが、まあ、カイバンド、シングル2曲目、裏切りの街角の大ヒットで、またね、その博多のその音楽シーンのね、その実力というのを見せつけたわけですけれども、まあ、それもね、そう継続はできずに、70年代は、どのグループもこうね、下積みの期間があります。アリスなんかもそうですけれどもね、でオフコースなんか特にね、なかなかヒット曲がなくて、ほぼ10年間というか、ヒット曲の合間は来たわけですけれども、77年、78年と、まあ、80年代のね、こう、なんていうかこう、明かりが見えてきて、何か新しいものを生み出すんだみたいな空気感と、それからテレビね、の普及、そして、視聴率のこうね、上がってくる、音楽番組が増える、そして、ね、なんかこう音楽を聴くという、例えばレコードプレイヤーとかもこう普及していきましたし、若者たちもなんかそれまでレコードってね、なんか大人の買うものってイメージがあったんですよね。あんまり子供がそんなに買える、学生が買えるもんでもないみたいな感じがあったんですが、まあね、ちょっとずつ景気も良くなってきて、若者たちもレコードを買えるようになって、そうするとこう既存のそのプロダクション性から出てくる、いわゆる歌謡系の歌詞の作る曲だけでは、まあ物足りなくなってくるわけですよ。で、深夜ラジオとかも広まってて、もっとなんか新しい音楽はないのか、ね、もっと僕たちのこう感性に近い音楽はないものかみたいな、でそれにも敏感に駆けつけた、まあ、広告代理店のこう、ね、思惑とも相まって、CM ソングに無名のアーティストがタイアップでついて世に出るというね。そこで77年、78年、79年と一気に、日本 の, そのニューミュージックブームというのが、まあ、開花するわけです。ヒットチャートを席巻するわけです。そして、80年代に入りました。前回1980年を2週にわたってお届けしました。もちろんヒット曲満載なんですけれども、それと同時にもう一つ大きな、問題というか課題というか、初めて感じるね、課題 がありまして、それはヒット曲を出しました、その後それをいかに持続するかというね。それまではとにかくヒットする、ね、どうやったらヒットするのかみたいなところが、あのこう、まあ、課題だったわけですけれども、
いざヒットしてしまうとですね、やっぱりそれをこうなんとかこう維持していきたいと思うわけですよ。でもその方法論がやっぱりまだ確立していないので、つまりヒット曲出ます、それと同じ路線を続けるのか、いやいやもっと新しいことやっていくのか、ね、テレビとかベストテンとかにも歌番組も出ていてね、こう企業ね、こう露出しているけど、それでもなおかつね、そのアルバムも出していかなあかん、コンサート活動もしないかんという結構ハードなスケジュールをどうこなしていくのかみたいな、それがこの80年代前半のも、まあ、テーマとなるわけですよね。というわけで、今夜は1981年に入りますが、例によって、80年の後半の豊島崎の曲からいきたいんですけれども、先週1980年の中で、一組ねまだ紹介していなかったグループがあります。今夜はまずそのグループから紹介していきましょう。1980年の9月21日にリリースされたこのナンバーをお聴きくださいませ。今夜はお前とベイベー、最後の夜になりそう。開けちまったボトルを枕に瞳を閉じれば、楽しかった思い出だけが漂う。今夜はお前とベイベー、最後の夜になりそう。果てしない夢を追いかけるため、この街を去ってゆくお前。二人通ったディスコティックサンタナ、肩で風切ったドブタ通り、そんな思い振り切ってまで、ようこそカフェだ。アラジャラ。はい、横浜銀杯、まあ、正確にはザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルという長いバンド名なんですけど、めんどくさいね。でもここからとは横浜銀杯で統一したいと思いますが、のデビューシングル横須賀ベイビーです。1979年にデビュー、まあ、結成されまして、この80年9月21日にこの曲でデビューするわけですね。まあ、聞いてお分かりの通り、キャロルをモチーフにしてるわけですね。まあ、その70年代後半のバンドブームの中でいろんなバンドが出てくるわけですけれども、その中で、いわゆるニューミュージックのそのなんかおしゃれなというかね、あるいはフォーク的なものではなくて、あっという間にね、彗星のように現れて開戦していたキャロル、そこをモデルにして、いわゆる暴走族とか、まあ、不良とか、そこのこう受け皿になるみたいなね、まあ、若干ダウンタウンギングワンダーの初期の頃も入ってると思うんですけれども、ファッションもそのリーゼントに、なんていうかボンタンっていうんですかね、ああいうとかダブダブのズボン履いて革ジャン着てみたいな、でもう最初からコンセプトを決めてやってます、音楽的にも。でこの曲に関して言うとまだ普通というか、コミックソング的にはさ全くなくて、キャロルをモチーフにしてるなとよく分かりますよね。でこの曲ですけれども、結果的には 25.9 万枚で12位となっておりますが、それは後にヒット曲が出てからの成績なので、このデビューした当時にはまだそんな話題になってなくて、ひっそりとしたデビューだったと思われます。さあそして、続いて、豊島崎の曲です。1908年10月25日にこの曲がリリースされました。立ち止まり通り過ぎる学生を見ていた。俺もあの頃はあんな風にキラキラと輝いて見えたろう。授業にも出ずにお茶を飲みながらくだらない夢を話した。突然怒った武将ひげのお前も噂では苦労していると。今も忘れられないのはあの時の言葉。
幸せになろうなんて思っちゃいけない。愛した女、はい、アリスです。それぞれの秋、1980年10月25日リリースです。まあ、前作狂った果実の後の受けてのシングルで、ね、あちらがまあ堀内孝雄だったので、こちらは谷村新司、もう谷村新司節、新平さん節が炸裂しておりますが、あこれすでにもうアルバムで当時リリースされておりましたアリス8、まあ、10月に出て、だから、アリス8はですね、8月にも出てるわけですよね。で、その中に入っている曲でして、それを10月に、シングルカットという形でリリースするわけですよ。まあ、アルバム発売してから2ヶ月くらいだったからリリースされてて、しかもこういう曲でしょ、売れるわけないって話なんですよね。ただまあおそらくこの頃そのアリス、まあ、レコード会社が変わります。それからもちろん人気絶頂でコンサートも忙しいです。だからそんなに曲を作ってな出てないんじゃないかと、あるいは作ってもなんかね、こううまくなんていうかな、こうイメージに合ってないというかね。なので、まあ、そういう形でシングルされ、まあ、季節に回せてってことなんでしょうけれども、でこんな感じの曲ですし、まあ、シューが売れたからこの曲もって思ったのかもしれないですけれどもね、結果的には 8.8 万枚で27位と、売れないですこれはということでね、はい、もう谷村新司のソロみたいな曲ですよね。さあ続いていきましょう。1980年の11月5日にリリースされたのはこんな曲です。季節の中を今は流れるままに、風のない日々は木陰で一休み、溢れる夢に裏切られてみても、それは君だけじゃない、よくある話さ。生かした恋はいくつかのすれ違い、楽しく終わりはしない、よくある話さ。まだ間に合うかもしれない、君にその若さがあれば、心の扉を開いて、今はい、こちらクリスタルキングです。明日への旅立ち、4枚目のシングルになるわけですね。11月5日に出ております。前作処女航海が楽調でしたが、こちらが再びねこうバラードでして、まあ大都会蜃気楼、そして明日への旅立ちの、まあ、3部作と言ってもいいぐらいな感じですよね。ですが売り上げが3万枚で45位です。なんでかなと思うんですよね。ねえ、もうちょっと売れてもいいような気もしますし、クリスタルキングらしいんですけれども、まあ、タイアップとかもついてないですし、だからこの頃そのもう80年の後半ですから、もうアイドルブームが起こっておりましたからね。松田聖子、トシちゃん、そしてマッチとかも出てきますから、なんとなくそんな雰囲気でもなくなってるし、やっぱ大人っぽい曲ですからね。なんかそこが最初の頃のそのティーネージャーまでキャーキャーいう感じじゃなくなってきたと。先ほどのアリスなんかもそうですよね。結果的にはちょっと大人っぽくなりすぎたっていうのはあるかもしれないですね。はい。
さあそして、11月21日にはこんな曲がリリースされます。何するにせよ外耳元で語ろう。例えば言葉がなくても心は不思議な期待なんて思ってるこの頃。 Let me try to be back to this place any day. Let me try to be back to this place any day.こちらサザンオールスターズです。シャララということで11月21日としまたぎでリリースされております。カップリングオメネチャーリーと、まあ、両 A 面扱いなんですけれどもね、まあ、前作は失礼しのレイドバックから続いての、まあ、バラードというかミディアム調の曲でね、いやこれすごいいい曲だと思うんですよね。あのこうハラボーとの掛け合いという感じになってて、あの、まあ、ほぼハラボーメインと言ってもいいぐらいな感じですよね。で非常にいい曲だなと思うんですけれども、売り上げ的には 7.9 万枚で最高29位です。まあこの辺、忘れ地のレードバックと、まあ、結果的にそうそうこの頃もそんな変わらないですよね。イナスナロコモーションがちょっと売れたんですけれども、それをのけてのこの時期は大体もうこの10万枚には届かず、20位から30位の間うろうろするという感じで、まあやっぱりね、先ほど のクリスタルキング とかね、アリスもそうなんですが、やっぱりちょっとこの落ち着いた大人っぽい曲に行き過ぎてて、なんか実際当時の空気感を思い出すと、もっと80年に入った時に基本的にはもっとウキウキしてるんですよ。もっとなんかあのもっと若さ弾ける感じの曲が欲しいなと、時代的にも、そしてそのね、その当時のティーネイジャーにとってもですね、だからこういう曲もいいんだけども、まあそのこうわーっと押し寄せてシングルを買うかって感じじゃなくて、やっぱアルバムに入ってたらいい曲やねとかねいう感じと、そのでも作り手があるとすると、こういう曲でいろいろ自分たちのその音楽性とかね、実力を世に問うていきたいというところもあって、まあ、そこでちょっとその差が乖離があって、この売り上げチャート成績となっているんだと思うんですよね。だから一般的にはもうちょっとね、その忘れられつつあるテレビしか見てない人にとっては、でも音楽好きの間ではいやむしろそこのなんかミーハー的じゃなくなってきて、むしろいいみたいな感じでアルバムとかを着実に売り上げ上げていくという、そんな感じになっております。さあそして、同じく11月21日にはこんな曲がリリースされております。誰も歌わない悲しみを、お前がそっと口ずさむ。
合いすぎてる寂しさがグラスの距離優しく溶かす Oh lady 触れるには気高く Oh lady 追われた天使かおとぎ話はもう終わりにしよう Lady oh, oh, oh. 男は何気なく、はい、ツイストです。レイディーということでして、9枚目のシングルですよね。まあ、ラブソングミニオーバーレイディーとこう続くわけですけれども、さあお聞きいただいた通りですよ、バラードですよね。しかもこうロックバラードね、ちょっとブルーズイーなソウルフルなロックバラードって感じでして、ね、もうここまでこうみんなこんな感じのことをやりたいのかと、まあ、分からなくもないんですけれどもって感じですよね。でこのツイスト自身はセラさん自身はこんな感じが本来やりたかったと、ローリングストーンズみたいなバンドはしたかったというのがもともとあるのでね、本当に70年代みたいなサウンドなんですよこれって。んー、だからそのこうちょっともうね、渋すぎるというかね、80年に入ってくるとそのもうイエローマジックオーケストラとかで出てきてニューウェーブブームがもう来るわけですから、でこの頃の僕はちょっとインタビューとか覚えてるんですけど、もう本当に何の反発か分かんないですけど、そのバンドにこだわってて、レコーディングもこれほぼ多分ね、その一発撮りでやるんだぐらいの、そのいわゆるこうオーバーダビングしてて曲をいっぱい重ねてって綺麗な音にするんじゃなくって、本当にそのバンドとしてもう一発撮りに近い形での演奏を作りたいということで、だから前作ミニオーバーは完全にライブ録音でしたけれども、まあ、これはライブじゃないですけれども、音の作りはもう完全にもうほぼ一発撮りな感じで作ってる感じですよね。だからそれがその当時の、そのもっと例えばシンセサイザーが入ってくるとかキーボードが鳴るとかギターのね、もっとこうクリーントーンとかディストーションとかオーバードライブのねギターが入るとかっていう感じとは真逆のところに行っているので、そこはまあ本人たちもそれはね覚悟の上でやってるとはいえ、まあセールス的には 6.2 万枚で26位です。まあそれでも20代に入っておりますからね、はい。でもねこう別荘20に入ってこないと寂しい思いはしますよね。さあそして、11月28日にはこんな曲がリリースされます。住み慣れた街、思い出という甘く辛い味は忘れはしないけど、My goodbye town、 愛した人がいる、ただそれだけが気がかりだ。別れ切なくさせるのか、Oh no、 さよなら俺の街よ、そっと決めたはずの俺だった、Oh no、 さよなら俺の人よ、寂しそうに間違えないでた、さあ来ました、伊丹哲也とサイドバイサイド、街が泣いてたということで、こちらね、ご存知の方も多いと思います、ポップコーン、そして世界歌謡祭のグランプリ受賞曲ということでしたね。まあ大都会の後ねの翌年ということですよね。だから世界歌謡祭ねがすごいその比重ね、日本の音楽界における比重が大きくなってきて、まああれにグランプリを取るとまあスターになれるというね、ヒット曲を生み出せるというで言うと、でもそこの
ピークが僕は大都会だと思うんですよね。まあ、その前は、無双花とかね、まあ、時代とかあね、そんなんで言うんなら、もうあの大都会ぐらいスケールのでかい曲はもう出ないわけで、ね、この年そのこの曲がグランプリ取ったということで、あの、まあ、意外な反面だから、その大都会がなければ、あ、まあまあね、あ、いい曲だ、僕も別に嫌いじゃないし割と好きなんですけど、そこがあってちょっとね、そのこう迫力負けするかなというんですが、あと伊丹哲也さんね、当時そんなに気づかなかったんですけど、今この当時の映像を見るとやっぱりすごいまだ若い兄ちゃんなんですよ、ですごい生きてる感じが、ね、あって、頑張ってるなと。だから本当はもうちょっとこういう感じは、年季が、だから90年代の長渕剛がこれじゃないですか、トンボとかね、あの辺のそのところまでいかないとちょっとこう重みっぽいのがないのかなとか、だからデビューでいきなりこの感じというのは、そんだとストーリーもそんなに見えてこなかったので、だからもっとこうね、下積みでそのストリートとかそのね、超こう残念下積んできて、でこの曲で出たとなったらなんか説得力があるんですけどっていうのはあって、だからそのバックボーンがそんなに見えてこない中で、この曲というのはちょっとこうその急にファンにはなりにくいかなというのがあったし、でこの後どんな曲歌うのかってやっぱり見えてこないというのもあってね、全部こんな曲なんかなとかね、そこがやっぱり、そのポップコーンの僕は功罪の中でいうところの罪に当たる部分で、やっぱり早く世に出しすぎるというね、でいうとロック的な売り方で言うと難しいかなと、まあ、ポップスの範囲ならまだねそんなんでもいいんですけど、ポップな曲を作り続けられるならね、ロックってやっぱりなんかそのね、バックボーンとして全てのひっくるめてのなんか応援したくなる思いが必要なんでね、ということでした。さあ、そして、12月1日です。こんな曲がリリースされまーす。時に愛は12月1日リリースです。はい、オフコースこちらイエスノの大ヒットの後を受けてリリースされたシングルですが、こちらもアルバム We Are というアルバムからのシングルカットという形になります。アルバムが出てから1ヶ月後ぐらいにシングルとして出されるわけでして、しかもこれアルバムの1曲目なんですよね。でそれをそのねシングルカットとして出すので、まあファンはもう買わないですよね。だからまあそこがどうなのかなと。だからイエスノーがヒットして、それがリリースされてるアルバムなので、本当は先にこの曲をシングルで出してからすぐにアルバムの方が僕はまあ順序としては良かったなと思うんですけど、これシングルカード後で出してしまうとね。ただこの頃ってアメリカのそのあのレコードってそんな形で、もうアルバムと同時にリードシングルが出て、アルバムの売れてる間にどんどん2番目3番目とシングルカットしてって
あのアルバムの売り上げをね、そのこうどんどんどん加速させていくみたいなところがあるんですけど、まあ日本はそこまでのその、アルバムに対するその何て言うかな、プロモーションの効果があんまりないんですよね。それは一つには、当時も81年だとアメリカはその MTV 的なものがあって、プロモーションビデオで、こうプロモね、それでこう曲の、まあ、例えば売り上げとかリクエストが増えるというのがあったんですけど、日本ではまだその文化がないので、で、アルバム、ラジオで、その、なんていうのかな、こう、売れてない曲がそんなにラジオで流れることもないので、だから、そのアルバムを買ってない人がこの曲を聴いてアルバムを買うかというのはなかなか難しいというのがあってね、アルバムは売れているのにそのシングルカットされた曲は別にそんなにね売れなくて、アルバムのセールスにも直接結びつかないみたいなことはまだこの頃にあったような気がするんですよね。ただそれはまあ下地はいるのでね、だからとりあえずこの年、まあ軒並みいろんなアーティストがそういうこうアルバムを出してシングルカットを出していくということをとりあえず定着させていこうとしてるというのはあったのかと思います。それにしても曲渋すぎるんで、それをのけてもまあ売れるかどうかってのありますよね。ということで7万枚で最高は35位です。まあイエスの方があんだけ売れて、これやとまあ一般的にはその浮き沈み何と思いますよね。ちょっと渋すぎる。まあ当時小田さんがやろうとしていたあの AOR の音楽ね。まあ、プロデューサーじゃなくて、ね、あのエンジニアは確かその辺あたりから来てるんですよね。ボーズスキャグスとかトドとか手掛けた人来てるので、そういう音楽をやろうとしているというのは非常に、まあ、ずっとやってますし、その中でオフコースサウンドというのができているのでね、曲そのものはなんか聞くと僕は、まあ、渋い曲だと思うんですけどね。いやシングルで買うかって言うとまた別に、それでアルバム買うよねとは思うから、まあ、それはそれでいいんでしょうね、はい。さあそして、12月21日同じ日にこの曲がリリースされました。バンドです。地下室のメロディー、12月21日リリースです。さあこちらもそうですね、アルバム同名アルバム地下室のメロディーでアルバムからの、シングルカットです。でアルバムはもう2ヶ月10月に出てるのかな、先に出ておりますので、そこからシングルカットされたということで、ね、そのアルバムの、まあ、あの目玉はアウトローがね入ってまして、あれはまあヒットしておりますから、アウトローの入っているアルバムとしてリリースされまして、その後この曲が、シングルカットされるわけですね。ですので、まあ、売れるか売れないかといっても売れないんですけど、でもまあなんかすごくカイバンドがあのヒーロー、それからタッチアンナと、ヒット曲を連発しました。ビューティフルエネルギーとかね。であの時はすごいそのこうなんか80年代に入った明るい感じの曲調が多かったんですが、このアルバム、ね、アウトロも含めたこの地下室のメロディーアルバム自体が若干ちょっとそのまあこんな感じの、まあ、暗いというか、だから70年代のカイバンドっぽい感じが復活したんですよね。だからもうそういう70年代っぽい海バンドが好きな人にとっては、あなんか聞き馴染みのある海洋城武士だなって感じがするんですけどね。
まあ、一般的にどうだったんでしょうか。まあ、なぜこうなったかというと、この頃甲斐義弘が結婚して離婚してるからでね、そういう意味でもだから そういうちょっとこう、ね、ネガティビティなアルバムなんですけど、これね、実際このシングルは 1.7 万枚で最高位は75位です。まあまあね、はい、しょうがないですよ、はい。さあ、そして年が変わります。いよいよ1981年に入ります。1981年の正月ですね、1月1日にこの曲がリリースされます。あの子は微笑む優しい言葉投げかけながら、美しく懐かしい歌に似たその言葉、初めて会うのに溶け合うぬくもり、忘れかけてた愛が目覚める、美しく懐かしい歌に似たその言葉、ナマステナマステ、さみげなく心と心を結び合う言葉さ、はい。ゴダイゴです。ナマステということでして、正月1月1日リリースなんですが、まあインドをテーマですね、ナマステですからね、どうでしょうか。ずっとそうですよね、その前がカトマンズでしたかしね、まあリターンとアフリカの後ですか、ポートピア、カトマンズ、このナマステとバラードが続くわけですね。まあまた、まあ、今この流れで聞くと思いますよね、またバラードかみたいな、まあ、特に僕はあんまバラードが好きではないのでそう思うんですよね、ということで売り上げが5000枚です。最高位は86位です。いや、なんね、まあもっとねポップな曲をとは思いますよね、ゴダイゴですよ。これ全然ゴダイゴである必然性がない感じがどうしてもするのでね、はい、そんな感じでした。さあ、そんな中こうずっとパッとしない曲、パッとしない失礼やな、曲がついておりますが、1月12日にこんな曲がリリースされます。行ってきます。今日も元気に土管を決めたら、ヨーラン背負ってリゼント、ツッパリハイスクールロケンロール、ツッパリハイスクールロケンロール、ソリも入れたし、弁当も持ったし、可愛いあの子はくるくるパーマに長めのスカート引きずって、ツッパリハイスクールロックンロール、ツッパリハイスクールロックンロール、お手手つないで駅まで幸せ、駅に着いたらトッポイにちゃんとガンのくれ合い飛ばし合い、なんで？ツッパリハイスクールロックンロール、ハイスクールロックンロール、大満張り場所、赤手ぶどうしで、はい、来ました、横浜銀杯です。突っ張りハイスクールロックンロール投稿編ということで、1月12日にリリースされました。これがセカンドシングルですよね。デビュー曲横須賀ベイビーの時は、まあ、キャロルみたいなバンドが出てきたんだなと思ったんですけれども、この曲でですね、むしろそのダウンタウンブギーバンドの出た当時で、ね、カックマンブギーとかスモーキンブギーとか あの辺のことを狙って、売れようと思って作った曲ですよね。あえてそういう、こう当時の、まあ、まあ本当にその、こういう不良ね、よくあの校内暴力とか、まあ、そんなんがあったところを取り入れていって、だからそこは、まあ、例えばキャロルが当時暴走族で、キャロルのメンバー自身は別に暴走族でも何でもないんやけども、そんなイメージがついたのと一緒で、横浜銀杯のメンバーがどこまで不良かどうかわからないんですけれども、そこにターゲットを絞って、徹底的にそこのね、こう世相を書く、あるあるを書くみたいな、ここですよね。で、僕はそれを先に、僕はシングル、デビューシングル横須賀ベイビーを出していたというところを僕は評価したいんですよね。
いきなりこれでやってったらやっぱりそこはだいぶそのね人気がついたかどうかはわからないんですけど、まあその手前に一個ちゃんとそういう若者たちのその青春みたいなものをね、歌をそのこういう音楽性の中で描こうとしてるっていうのは分かってきてて、でその先にこれがあるので僕はそれがすごいそのファン層の獲得につながったような気がするんですよね。ということでそのね今までちょっとね先輩方たちがそういう新曲さえ曲を出してるね感激に乗って世代交代を狙ったのでしょうか、56.6 万枚で3位に躍り出ます。さあ来ました時代が変えておりますよ。さあそして2月10日にはこんな曲がリリースされます。ウィンド&レイニーデイということでサードシングルになるわけですね。2月10日リリースです。80年の4月21日にダンシングオールナイトが出て、10月に赤いアンブレラが出て、そして年またぎの2月ですから、まあ実質ダンシングオールナイトからまあ1年近く経ってのサードシングルですけど、僕常々、まあ、あの赤いアンブレラの時も言いましたが、赤いアンブレラがいらんかったと思うわけですよ。で、まあ、1年も以上空いてるということは、まあそのね、この曲ができたのがこの頃だということで、まあ、その前の年の段階でこの曲がなかったんだと思うんですけど、ダンシングオールナイトの次にこの曲がセカンドシングルなら、この曲もっと売れてたと思うんですよね。モンタンドブラザースの持ち味であるね、そのメロディは完全に歌謡曲であると。でそれをすごくね演奏力の高いバンドメンバーがかっこいい演奏していて、でもねそんななんていうのかな、こうニューウェーブっぽいとかそとんがった感じではなく、あの非常にそのなんか日本のねムード歌謡のこう要素もギターの音とかねあんまりギャーで歪ませずにっていうね、ところがあって、なんかすごく僕はこの曲いいな、僕好きなんですよ、この曲ね。でもそういう、まあ、タイミングがありまして、タイミングがずれたおかげでですね、売り上げは 8.5 万枚、最高位は36位です。もったいないなと思いましたけどね。はい、もうこのまま僕はもうモンタンドブラザーズは消えていくのかと思えたんですけど、果たしてどうなるんでしょうか。さあそして、3月5日です。3月5日にこんな曲がリリースされます。一番目は幸せだなんて、いつも僕を笑わせてくれた君。
君は素敵な道化物だった雲を破った日差しのように暗い僕を明るく照らした道化物の君がいなくなって僕の部屋はまた夜になったさようなら僕の道化物も死ぬほど好きだと はい、こちらチューリップです。さよなら道化物ということで、通算でもう19枚目のシングルになるわけですね。そして、メンバーがねもう変わっております。虹とスニーカーの頃を最後にメンバーが変わりまして、前作 IMD エディターで新メンバーになってて、まあ、サウンドも大きく変わるわけですね。まあ、この曲なんですけども、この曲自身はもうあの財津和夫財津さんのねあの曲の感じですよね。ずっと続く。ただこのアレンジというか空気感がやっぱり変わってて、なんかあのこの曲はすごくこの当時の洋楽っぽいあのドラムのリバーブの感じとかがしてね、あのなるほどと思うんですけど、もっとドラムの音が大きくてもいいと思うんですけど、ということですが、これはそのね新メンバーでのアルバム The Love Map Shop というアルバムのからのシングルカットでしてね、というかまあリードシングルですか、ということですが、やっぱりねそんなにみんなバラードがしたいのかとね、疲れてんのかと言いたいですよね。いやまあ今日これも曲が非常にいい曲だと思うんですし、これもしなんかこのサビとかねすごくいいんで、なんかタイアップとかがついてればもっとヒットしてたかなとも思うんですけれども、まあそうじゃなかったら普通流れてきたらまあアルバムの曲かなと思いますよね。まあそんなこんなもあって、売り上げは 2.2 万枚で最高位は52位です。ね、せっかくのその虹とスニーカーの頃のヒットを、まあ、行かせてないわけです。チューリップもね、さあどうするというところで今回はここまでです。まだね年81年特殊と言いながら3月までしか行ってないんですが、この後はねまた次回に続きはねあの分けたいと思います。今回前編ということでして、引き続きね、その81年の音楽、ね、続きもちゃんと聞きたいよという方は、忘れずに高評価ボタンとそしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあね、なんとなくもね世代交代のした感じがする中でですね、あの皆さんの好きな曲とかね新しいグループが出てくるのがまあ気になるところでしょう。さあそして、いつも通りねあのシェイクマイデイズの曲を聴いていただきながらなんですが、今 TikTok の方でねあのちょっとこまごまとした動画も上げておりますので、興味のある方は TikTok でシェイクマイデイズというのを検索してください。そして最大賞金の名前ではラジコで検索していただけますと、ラジオ大阪でね僕の番組が流れておりますので、情熱の羅針盤というねラジコでぜひ聴いていただきたいということで、また次回。